呼びかけています。鹿児島市は火口から2キロ以内での立ち入り禁止措置を継続しています。桜島の観測を行っている京都大学の中道春久准教授は、今日未明ごろからわずかに山体が膨張する傾向が見られ、噴火の1時間ほど前からは膨張の傾きがやや急になっていたと話しています。政府は午後6時59分に総理大臣官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し、関係省庁や関係自治体と連絡を取り合うなど情報収集に当たっています。突然の噴火でありますので、近傍にも部隊もありますので、自衛隊の組織を挙げて被害状況、噴火状況、これ現在情報収集しているということです。気象庁は午後8時半から記者会見しました。桜島の昭和火口では本日18時56分に爆発的な噴火が発生しました。噴火に伴い火口から弾道を描いて飛散する大きな噴石が3号目、昭和火口から距離にしますと1300メートルから1800メートルまで達しています。このため19時13分に桜島に火口周辺警報を発表しまして、噴火警戒レベルを2、火口周辺規制から3、入山規制に引き上げました。桜島の噴火活動は今後活発化する恐れがあります。火口からおおむね2キロの範囲では噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石および火砕流に警戒してください。風下側では火山灰だけではなく小さな噴石、火山礫と呼んでますが、それも遠方まで風に流されて降るため注意してください。爆発的噴火に伴う大きな空振によって窓ガラスが割れるなどの恐れがあるため注意してください。また降雨時には土石流に注意してください。さらに今回の噴火について、昨年の9月16日以降は爆発的な噴火は発生していないわけですが、広域で見ますとそのマグマの供給というのはやはり続いていたということで、その間爆発的な噴火はなかったわけですが、そういった準備はずっとしている段階にあって、今回それで、ここは長い期間ずっと噴火しているわけですから、しばらく休みがあったものの、まだ